今こちらのデモのテーブルに移動してきました。これがですね、会社で使っているパソコンのデスクトップ環境ですが、ここからですね、また仮想のデスクトップに接続していきます。いくつかありますけれども7ですね、これを選んで接続していきます。はい、ということでですね、先ほどキーノートのデモでは一夜のうちに OS の切り替え移行ができましたねというところもお話ししたわけなんですけれども、まあ普通にこれが標準のデスクトップだよということになります。それでですね、マルチメディアコンテンツを快適に使えるということで、こういった映像を紹介したいと思います。いわゆるですね、 HD ビデオと言われるようなところですね、非常にクオリティの高い表現ができるものですけれども、この WMV のフォーマットのビデオなんですが、ご覧いただいているようなですね、クオリティです。このぐらいのと言いますかね、かなりのレベルだと自負していますけれども、利用していただくことができます。同じもう一つの例ですが、違うコンテンツですね。これは繰り返しですけれども、ローカルで実行しているのではなくて、リモートから見ています。リモートで実行して仮想で、このようにですね、何もそのビデオをですね、仕事のところで場面で見てくださいと言ったところだけを言ったわけじゃないんですが、例えばこういうものを利用してですね、e-learningとかですね、社員の教育にビデオを使って、離れたところにいるユーザーにもですね、同じものを提供する、一括で提供するといったような場面も考えられるかと思います。それではですね、もう一つアプリケーションなんですが、これはですね、ちょっと特殊なんですが、これ脳みそをですね、スライスして撮った写真の映像です。実は私の同僚が入院した時に撮ったもの、今のちょっと書いてきたんですけれども、このようにですね、患者に対して説明をするよといったお医者さんのシーンというようなところでですね、こういった、画像を駆使したアプリケーションを使っての、場面というものも考えられます。こんなふうにですね、あなたの状態こんなふうですねといったような説明を、することができます。このようにですね、写真自体の解像度の問題もあるんですが、かなりクリアにですね、仮想の環境で、セキュリティを考えてですね、データ自体はセキュアな場所に置きながらもですね、いろんな場所でこういったデータを、ユーザーさんに対して、お見せしながらですね、利用するといったこともですね、簡単にできます。では、ですね、もう一つのところを、お見せしたいと思うんですが、Apple の iPad です。いろんなデバイスが使えますよ。それによって、どんなところにいてもですね、その場面に適したユーザーに適した、デスクトップの利用環境を、ご用意できるというところの、説明になるんですけれども、私が持っているですね、この iPad、こちらでですね、今お見せした、脳の写真のですね、アプリケーション、それを iPad に引き継いで、見てみたいと思います。それではこちらのカメラからですね、 iPad の画面を見ていただきたいと思います。こんな感じで見やすいでしょうか。右上にはですね、先ほど会社で使っていたパソコンから接続しているデスクトップの様子が見ることができます。iPad 自体はですね、アプリケーションを App Store という場所から提供して利用することができます。有償のものもあれば無料のものもあるんですけれども、シトリックスの環境につないでいくためにですね、シトリックスレシーバーというものをですね、デバイスに入れていただく必要があります。それがこの、こちらにあります、このアイコンですが、レシーバーというものです。このレシーバーはですね、iPad 用の App Store で無償で提供しております。ですので皆さん iPad をお持ちの方がいらっしゃれば、
後ほどアップストアに行って、手に入れていただきたいと思うんですけれども、このレシーバーを入れることでですね、いわゆるユニバーサルクライアントというような位置づけで使っていただくことができます。これをタップして接続していきます。7デスクトップですね。それで今ですね、右上の画面からアプリケーションの画面が消えました。ログオフした状態です。それで今 iPad に先ほどの画面が引き継がれてこのように表示されています。これでですね、iPad の特徴の使い方、インターフェースというものをですね、存分に利用しながら利用していただくことができます。それでですね、キーノートを午前中ではエモリーというですね、ビデオ、事例のビデオをご紹介しましたけれども、その中で、大きなですね、これぐらいの大きさのカートを持って無線 LAN の装置と、端末の装置をですね、そこにしつらえて、院内を移動して、患者さんのケアをするというような紹介ありましたけれども、そんな大きなものをですね、押していく必要はなくても、この iPad をですね、持ち歩くということで、先ほどのことはですね、簡単に利用、実現できるんだ、そういったことになるかと思います。STOIXではですね、いろんなもの、新しいテクノロジー、意欲的に取り組んで、ユーザーさんの世界をよりリッチにしていこうという、そういった、視点も持っているわけなんですが、この iPad なんかはですね、そのいい例だと思いますが、ハードウェアとしてのテクノロジーの優れている点、それを最大限利用しようということで、レシーバー、iPad 用のレシーバーを開発しまして、STOIXの世界に対して接続していく。こういった使い方をですね、いろんなデバイスを使って、いろんな場所にいるユーザーさんに対して提供していこうというところで、全デスクトップのソリューションですね、幅を広げています。というところでですね、いろんなデバイスが快適に使える、そしていろんなコンテンツですね、それも快適に使えるというところでですね、私のデモをご紹介しました。全デスクトップのですね、付加価値というところをですね、ご理解いただければと思います。では残りの時間ですが、小林さんまた登場して続きを